今日はありがとう、立花さん。いつも配達してくれる親父さんがぎっくり腰で来られなくてね。どうしようかと思ってたんだ。いや、こっちもいろいろ案内してもらえて助かりました。確かにこの量を一人じゃ大変だ。あ、そうだ、まだ案内してないところがあったな。ん？今日のお礼にとっておきの場所教えちゃいますよ。うわ、海。電車から見えてはいたけど、こんなにすぐ来れる距離だったのか。この辺は沖の方で急に潮の流れが速くなるから遊泳禁止なんですよ。だけどそのおかげで観光客も少ないし、散歩には最高のロケーションでしょ。元気いいな。俺たち海なし県出身なもんで、歩もテンション上がっちゃって。でもこっちに引っ越してきたのは正解だったな。歩のあんな嬉しそうな顔、久しぶりに見た。あいつ事故で親亡くしてから前みたいに笑わなくなっちゃったから。あ、こら歩、海に入るなよ。波打ち際なら大丈夫じゃないかな。お、お宝発見。なんですそれ。見たことないですか、シーグラス。元は割れたガラスだけど、何年も海の波に揉まれて少しずつ角が削れて丸くなるんです。たまにこうやって波打ち際に流れ着くんですよ。へえ、綺麗ですね。どこから来てどのくらいの年月を経てここに流れ着いたのか、そんな風に思いを馳せる愛好家も結構いてね。海の宝石なんて言う人もいる。総菜屋さんってロマンチストなんだ。